ミハイル・バウアーはオーストリア出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。1989年にオーストリアブンデスリーガの FC バッカー・インスブルックでプロデビューを果たすと優れた才能からレギュラーに定着。21歳の若さでオーストリア代表にも選出される。A 代表でのデビュー戦はオーストリアが3-2で勝利を収めたオランダ代表戦。 1990年 FIFA ワールドカップイタリア大会でもメンバー入りを果たした。その後も長年にわたり代表選手として活躍。21歳でリーグのトップレベルにあった所属クラブや代表チームでもリベロを任せられた。またチーム事情によってはボランチでもプレーをしている。1997年にホルスト・ケッペル監督と共に浦和レッドダイヤモンズに 入団したが、リーグ戦では2試合に出場したのみで、ホームシックのため帰国した。浦和レッズ対談後は FC バッカー・インスブルックの主力選手として、オーストリア・ブンデスリーガで3連覇を果たした。その後ドイツ・ブンデスリーガのハンブルガー・エース v や・ヴィオーストリア・ブンデスリーガに属する FC スーパー・フンド・パッシング、ラス・クリンツでプレー。2009年に引退。引退後、ラスク。 リンツのコーチに就任。その後3年間 USK アニフの監督を歴任し、2014年にオーストリアブンデスリーガの SV グレーリヒに就任した。ありがとうございます。